メリカと共に合同演習をしているのに、韓国が竹島南方の日本の排他的経済水域内で未同意の調査活動を強行しているという情報が入ってきました。いわば両面作戦ですよね。韓国ってそんなに軍人が多いんでしょうか？今回は竹島沖での韓国巡視船の動きについて見ていきます。実質的に韓国が竹島を支配している状況は釈然としませんよね。口先で大きなことを言っていても結局上陸しなかった国会議員の多いこと。韓国では2022年5月、現在のユン・ソンニョル政権が誕生しました。それまでのムンジェイン政権は、新中国及び北朝鮮との融和的な政策を進めていましたが、交代により安全保障面でのアメリカへの回帰がはっきりとしました。これに気が緩んだのか、日本との関係も、これまでのような反日的な動きが減るのではないかと、尹政権が誕生した直後は期待する日本国内の声も多かったようです。確かに、前、文政権よりは、現、尹政権は、反日的な動きや政策を改めてきているようですが、排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生中です。韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島、韓国名、独島周辺海域を管轄しているのは、海上保安庁第8管区海上保安本部です。同本部から、竹島南方の日本排他的経済水域内で、韓国が、日本は、未同意の調査活動を行っているとの報告がありました。今回のケースを詳しく説明します。2024年6月6日午後6時頃から、6月8日の午前5時半過ぎまでの間の事件でした。竹島から、約 69km 南方の日本の排他的経済水域内で、韓国の政府機関国立海洋調査院に所属する船舶の平安2000が実施したということです。この期間、当該排他的水域内で平安2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船は、無線による警告を発したそうです。日本の見解は、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から事前に了解を得ていない調査活動は黙認ということです。ですから、第8管区海上保安本部の巡視船は、直ちにその行動を中止するよう継続して、平安2000へ警告を行いましたが、日本の巡視船からの無線による中止警告を、平安2000は完全に無視、発見からおよそ1日半もの間、当該海域でワイヤー状器具を使った調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとみられます。第8管区海上保安本部からの報告を受けた政府は、外務省のアジア大洋州局長が、在日韓国大使館の次席公使へ、中韓公使が、韓国外務省へ抗議を行ったそうですが、韓国側からの声明等は、現時点では全く確認されていないのです。現在に至るまで、韓国側から何の説明もないという事実を考えると、日韓関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは全く思えませんね。2022年に現尹政権が誕生した時には、日本の一部大手マスメディアにも日韓関係改善に期待するという論調があったようですが、楽観論は早すぎたようです。自分たちに都合のいいように持っていくのが、日本のメディアなどの良さでもあり、怖さだと思います。今回も、問題の中心となった平安2000は、これまでも複数回にわたり、同様の行為を繰り返している船舶です。つまり、政権交代があっても、韓国側の対応がガラッと変化するとは考えにくいのです。前回の平安2000の行動を説明します。尹政権誕生の3ヶ月後の2022年8月、竹島の北東型海上約 100km の日本の排他的経済水域内で、今回と同じく、日本側に、事前承諾なしに、ワイヤー状器具を海中に投下して、何らかの調査を行っています。さらに、3ヶ月前の5月にも、この船は、同じような調査ら指揮活動を行っているのです。
もちろん日本には無断で。この平安2000は、こうした事案の常習戦というわけですね。言うまでもなく、発生のたびに、日本政府は抗議しているのですが、いずれも今回と同様、韓国側からは、何の説明もなかったようです。つまり、竹島を実効支配している韓国としては、その周辺海域を、日本の排他的水域と見さしていないということでしょう。自分の国の領土の周りを、他国の水域と見なす国はいないでしょうからね。日本政府は、韓国が不法占拠している竹島にしろ、ロシアが不法占拠している北方四島にしろ、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいません。しかし、有効な交渉には全然つなげることができないのは、政治家たちの外交能力の乏しさのせいではないでしょうか。こうした現実を考えると、日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、万が一中国が、たった一度でも上陸してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性が非常に高いと危惧する声が多いのです。尖閣諸島に関しては、かつて、台湾の活動家らが上陸を敢行した事件がありました。今後、中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、どんな手を使っても絶対に阻止すべきという、かなり過激な意見もあるようです。さて、韓国の話に戻りましょう。2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦の広開き土田洋が、海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件が起こりました。このミサイル駆逐艦航海道王という名前は、5世紀頃に朝鮮半島を支配していた高句麗の王にちなんだものです。日本は大和朝廷以前の時代でしたが、海を渡って攻め込んできた和の国、日本を打ち破ったのが航海道王で、英雄として称えられている人物です。彼を主人公にしたドラマも数多くあり、冬のソナタで一世を風靡したペヨンジュンも演じているそうです。そんな航海道王の火器管制レーダー照射に対し、日本側は当時の映像や音声を公開し、相手が火器管制レーダーを照射したと主張し、合わせて韓国側に適切な説明を求めました。しかし、韓国側は主張を二転三転させたため、結果的に日本としては、この件をうやむやにごまかされたという感じが拭えなかったのです。しかし、最近非公式ではありますが、韓国の一部の軍人らが、前、文大統領から、当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたと報道がありました。非公式でも、韓国の軍人の一部から、こういった声が上がったということは、日本側が推理した広開き土田洋が、そういった行為を P-1 哨戒機に行った理由が、おおむね正しかった証明と考えられるようです。その理由ですが、日本は、広開き土田洋が、北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捉えて送り返そうとしていたのではないかと推理していたのです。一部軍人たちの報告によって、これは、正当だったという声が多く上がりました。この事件は、韓国と日本の間の長年続く領土・領海問題に新たな火種を投じたことになり、地域の緊張を高める要因にもなりました。また、この問題は一時的ではなく、繰り返される行動の一つであり、今後もこのような問題が再発する可能性は大いにあると思われます。国際関係においては、しばしば歴史的な背景や現行の政治状況が複雑に絡み合い、問題を解決しにくくさせています。ロシアのウクライナ侵攻や、パレスチナとイスラエルに代表される中東の戦争を見ればよくお分かりかと思います。根深く絡み合い、憎悪と悲しみに絡み取られた、こういった問題が、どのように平和的に解決されるかが、今後の地域の安定にとって非常に重要であるのは言うまでもありません。日韓間の領土問題として、長期間にわたる緊張が続いています。特に、韓国は、竹島、韓国名、独島を実効支配下に置いており、その周辺海域での一方的な調査活動が、日本の抗議を招いています。このような行動は、
過去にも繰り返されており、日本政府は、度重なる抗議にもかかわらず、韓国からの明確な対応は今まで確認されていません。また、尖閣諸島や北方四島といった他の領土問題と連動し、地域全体の緊張が高まる原因となっています。日本政府は、日韓関係の改善を望む声もありますが、根深い領土問題の存在が、それを難しくしています。国際関係の中で、歴史的背景や政治状況が複雑に絡み合う中、これらの問題が平和的に解決されるかは、今後の地域の安定にとって重要な課題です。